ロンドンにて会社員男性が誰かを招き入れますが、はい、どうぞ。翌日、無残な姿で発見されます。一方、東京のとある飲食店。ああ、今見てる。事件について報告を受けた男性は、吉報とは言えんな。状況を心配します。電話のそばで待ってろ。しかし何者かによる襲撃。店内は血の海。おはようございます。さて、最近は新しい大学。おはよう。滝、朝ごはん。今日俺は休みだ。先輩、ニュース見て。東京都市内のレストランで起こった襲撃事件は、死亡者数はまだ確定されておりませんが。ニュースでは事件の話で持ちきり。あなた、滝呼んできてくれる？仕事だ。相方に言っといて、金曜日一回貸しだって。はいはいはい、聞こえてんの分かってんだぞ。非番だった刑事の健三が現場に駆り出されます。分かってることは、装甲射撃、狙いは福原だったかと。この写真は今調べてる。市民を巻き込んだ大胆な犯行。ヤクザの夜食会ってとこですかね。飲食店に集まっていた暴力団を標的とした凶行に。福原は行方不明なんですか。ああ、とにかく他の組を絞り上げろ。何年も平和が続いたのにな。今さら戦争はごめんだ。暴力団同士の抗争を警戒します。まずは話を聞いてくるんだ。動きはありません。ご在宅ですか。お宅の生存を確かめたいだけなんですけど。警視庁の森だ。こっちは伊藤。お忙しいとこすいません。警視庁のためならいつでも協力しますよ。遠藤さんは福原と一応やり合ってますよね。昔のことだ。福原を潰そうとしてる人間がいるんですが。これ日本じゃねえな。壁のコンセントが違うだろう。さっきから一体誰なんです。神さんだよ。コンセントに詳しいとかかもな。その日の晩。こんばんは。福原さん。福原組の組長が健三を訪ね。こんばんは。遠藤真の仕業だ。今日会いました。でもなぜ遠藤がわざわざあなたを。殺された男性は、そいつはサファローというロンドンにある日本の貿易会社の役員で、福原が敵対する遠藤組組長の甥であり、使われた刀は私のもんだ。福原の刀が使われたといいます。やったんですか。あの刀は1年以上見ていない。ところが刀は、あんたの弟が持ち去って以来な。1年以上前に健三の弟優斗が盗んだきり。優斗は死んでますよ。しかし死んだはずの弟。死体は見なかったが、あんたも私も死んだと思った。ありえないことなどないんだよ。圭さん、林警部のお出ましだ。こんばんは。警部さん。事件をめぐり奔走する警察とヤクザ。たとえ優斗が生きてたとしても、なんであいつがロンドンでこんな殺人事件を起こさなきゃいけないんだよ。それが事実かどうか、そうさせねばならんだろう。弟はそんな人間じゃねえよ。あんた、弟のことが分かってないんじゃないのか。健三は死んだはずの弟が起こした事件の収集を任され、ロンドンにある大学に犯罪学コースの学生としてロンドンへ送られることに。明日出発しろ。これは正式な捜査ではない。この町が破滅する前にな。形はどうあれ、あんたの家族に落とし前をつけてもらうよ。向かいを手配するから。お前の弟がイギリスの警察に捕まったらどうにもならん。1年前。やばいことになった。おい、ゆうと、何やった。大金を狙い、金庫に2000万くらいあって、博打場を襲ったゆうととその友人。いきなり出てきて空を打ち上がったから。俺がそいつを撃った。争い合いの末に出くわした人物を撃ったという。死んだのか。分かんない。助けてくれよ、ケンちゃん。任せろ。健三は優斗をかばうため、とある選択に迫られます。
私に何か隠してる？何も。あなたの弟は犯罪者でずっと辛い思いしてきたでしょ。今はそれを変えるチャンスなのか。Ladies and gentlemen, we have now arrived in London Heathrow. 所長、出迎えがいねえぞ。ロンドンに到着する。Kenzo? Yes. I'm Sarah. I'm going to be taking the crime scene management course. This is yours. It's a welcome pack. It's got a timetable and a map. Have you been sleeping here all night? Yes. I'm so sorry. Welcome to London. ゆうべはすいませんでした。空港に行けなくてちょっとした手違いがありました。ここがサブローの家です。トラブルに見舞われながらも現場へ。しかしサブローのマンションに入るのに暗証番号がいる。なんでそっちから始めてるんです？まず現場を見たいんだ。わかりました、調べます。空港に向かいはいましたか？ああ、もうちょっと手違いがあったみたいだが、日本人専用の社交クラブやバーがあるから、まずはそっちから。こっちにも鑑識のプログラムでイギリス人の刑事が来てますよ。ありがとう。会えなく断念しますが、情報を得るためにバーへ。 Because you know what a little bitch gets? Rodney. Oh god. Do we not have a warning system in place for this kind of situation? Listen to me, it's done.You're a piece. You know that you're a king's psychopath. 日本語を話せるゲイ男性ロドニーと出会います。乾杯。 You speak Japanese? 父さん京都の人やったから。 Would you like to earn some money? Is the word for condom? コンドーム。 Right. あなた誰なのか。はい、そうです。 What do you do? Policeman. I knew it. How about you keep your money and do me a favor instead? There's a guy who's been bothering me. そして Someone needs to go and talk to him. 彼の問題を解決する代わりに。 Agreed. ユートが好きだったパチンコ台のある。ここでパチンコできるとこってあるかな。あ、そうそう、モモクラブだ。モモクラブ？いや、モモラウンジですね。 I need to go to the Momo Lounge. Mm-hmm. It's a Japanese bar. Plus 100, because I'm nice. モモラウンジへの紹介を約束します。 Got clients waiting. 明日やったら大丈夫やけど。 Tomorrow then.おおきに。次の日。 Ready for some fun? Thanks. You get the other half when we're inside. ラウンジへ出向くと、アサヒプリーズ。ミコクカプサイダー。森優斗って男がよくここに来るんですか？遠藤三郎。三郎って男を知らなかったっけ？知ってるよ。ヤクザだったって噂だが。ロンドンにヤクザはいませんよ。一人いる。伝説のヤクザの話を耳にします。そいつはヤクザの殺し屋だったが組み終われたんだ。行き場を失って日本を離れここにたどり着いた。ある晩一人晩で飲んでいると男が飛び込んできた。男は殺されかかっていた。そこでヤクザが助っ人になる。ヤクザは知らなかったが、助けた相手はロンドンでは最も恐れられたギャング。ギャングの方も何も知らずにそいつを雇った。日本最強の刺客をね。そのヤクザに会ったことは？見たやつはいねえよ。 You've never seen this man. I thought he was a private members club. いいえ。しかしバーは会員制ではないことを知り。 Okay, so I never said it was a private members club. You just offered me £100 to get you in. That's not on me. That's your bad information.何かがおかしいことに気づきます。都庁、これ聞いたらすぐ折り返してくれ。慌てて東京の部下に連絡を入れ、ロドニーとの交渉も決裂。Find someone else to help you. Please. ドアの件、2日前に主任が管理会社から番号入手したそうです。エイジからもらえませんでした。案内人が暗証番号を知っていると知らされ、ちょっと車出してもらえないか。誰に頼まれた？知らないんです。案内人を問い詰める建造が、アボットです。
アボットという名前を聞き出します。暗証番号、現場に向かった健三。部屋には金庫と血の跡が。すると外から何者かが健三を狙撃しようとしています。しかしロドニーが怪我で運ばれたという知らせを受けた健三、向かおうとしたところ、何者かに行く手を阻まれ、 I know what you're doing here, but you need to go back to Japan. You hear me? You know I cannot leave. Yuto doesn't want to see you. Yuto のことを知っている彼女は、 I need to see my brother. 健三を脅し、 I'm giving you 24 hours. You can go to the airport or you can go to the morgue. Yuto から遠ざけます。俺が言った通り、あんまり意味はなかったでしょう。いろいろあったよ。こっちも盛りだくさんですよ。福原のとこの若い衆を海から一人釣り上げたところです。お福原な、間違いなく。ええ、ああちょっと頼みがある。ああ三郎の部屋に金庫があった。そっちで開けられるやつ探してくれ。病院に着くと、 A concussion, but no swelling. ロドニーがかなり負傷したと聞かされ、 He's like Rodney coming here all the time until they don't. He ran out of us.But if he can't, these are his pain meds. 帰った彼に痛み止めを渡すよう言われます。彼の家に着くと、 I have your medicine. Shove it up your ass. Cough, please. Cough. 動揺した様子で健三を拒むロドニー。健三はロンドンに来た理由を正直に話し、 I'm sorry. I'm sorry I didn't help you. I'm looking for my brother.弟のこと、彼の問題を無視したことを謝罪します。そうして再び二人は協力することに。 Oh, what happened to your head? Someone hit me. If you say you're gonna help someone, you should do it. 次の日、部下が金庫破りを手配したため現場に。うちの留置所にぶち込まれてたやつがいたんですよ。金庫破りとか。いや、地下鉄の車内で何にして、とんでもない変態野郎ですけど、自称宝石泥棒だって言ってるんです。じゃあ変態に変わります。見たところそいつは結構簡単に焼きますよ。まずは金庫の縁を舐めてもらおうか。人間の唾にはロックオイルの酵素を分解する成分が含まれてるんですよ。ふざけやがって。はいはい、3号6号9号で。金庫ちゃん、ご開帳してくれそうですか。何か目ぼしいものありましたか。金庫の中に残された USB を見つけます。その内容が福原組組長と健三の上司の妻、背後で陰謀がうごめいているのでした。まあ私の方で預かっててもいいんですが。三郎の金庫の中にあったファイルを送ります。福原に三郎殺害の動機があったように見せかけるために仕込まれたものだと思うんですが。警部、What about this one? It's Chikatani. He's a Japanese national. Chikatani? I think it's a fake name. We'll look into it. Yeah, thank you. One day you're going to have to give me real cases again. Let's get that shit right out of your head. 部屋に戻ろうとすると、 Kenzo? Is everything okay? Yes. 犯罪学コースの教師が訪れ、Look, I actually wanted to run something by you. 日本の警察で調べてほしいという写真を見せますが、そこにはユートが。How are you feeling? Like warmed up.後日、手がかりを探るため、健三はユートが暴行した男のもとへ。Mr. Vickers, I'm sorry to disturb you, but I'm looking for someone I believe you have met. He was arrested for assaulting you earlier this year. There's a bar downstairs. Maybe there in half an hour. So his real name's Yudo. I know. I had a business partner, Abbott. Me and him had a really good thing going on. 男はアボットに雇われていた働き口を。Then fucking Yudo turns up.
And he f***ing usurped me. Usurped? ユートに奪われたと言います。What is your business exactly, Mr. Vickers? What's my business? Let's see. Big loan for my father, diverse portfolio. Criminal shit, you understand, but profitable and safe. The truth is, I mostly just walk around London and try not to have a panic attack. The Albanian mafia is sitting in the lobby 24 hours a day just to get my investment back. Blood and shit, and even my f***ing pubes are going gray, so... It's okay. I'm here now. 男を説得すると。If you help me find Yuto, I will take him back to Japan. Abbott owns the Kanawari bar in Soho. I don't know where Yuto is. アボットの居場所を手に入れます。ロドニーのところへ行くと。You were right. She followed you until you went into the hotel, and then she cleared off. She went here.建造を襲った女の居場所を特定。ユートの部屋にたどり着いた建造は、エイコという女性の痕跡を発見。言葉を書いてるけど、本当はユートの顔を見つめながら。建造は、好きな人できた。本気なんだ。ユートが思いを話した日を思い出します。お前。その人と会ってから他のことなんか考えられたか。暗く惨めな人生にこう光が差し込んでくるって気になったりするのか。ああマジかお前一方東京では福原組に警察の捜査が加わり、自分が何をしてるのか分かったんだろうな。協力的だった関係が崩れます。お前にもう一つ頼みがある。散歩行ってくる。ある日の晩。もしもし。タチがいなくなったの。娘が家出したと取り乱す妻。一緒に連絡して相棒に話しておくから。もう何時間も経ってるかも。慌てて部下にも連絡をしていると。それか。了解。心配しないで。あの女が建造の部屋に。 You have no idea。 そして奥から現れたのは、死んだはずの弟。心配しないでいい。痛い目には合わせない。なんで逃げたんだよ。他に方法がなかった。一年ぶりの兄弟の会話。とにかく俺と一緒に帰んだ。なんで俺が一緒に帰れると思うんだ。人が死んでんだぞ。俺が殺したわけじゃねえ。何を聞いてもうまく答えてはくれません。サブローはお前が殺した。ああ。しかしユートはサブローを殺したことは認め、福原はうちの住所を知ってんだよ。で、滝は行方不明だって知ってんだよ。今向こうではな、海から死体が上がってんだよ。この件に巻き込んだのは悪かったけどさ、もっと人が死ぬよ。兄貴にその一人になってほしくない。帰ってくれ。兄貴には貸しがあるからさ。建造は巻き込まれる前に帰ると言われ、 Stop the car! 説得に失敗します。It is your responsibility to exhaust all non-violent options. I don't believe anyone wants a conflict, but you need to go to the negotiating table. Fine, I'll give it a go. That Mori Kenzo of Tokyo graciously begs a moment of his time. Jesus Christ. Just keep your cool. Well, well, well. Konnichiwa and arigato. Sit down, gents. Welcome. Abbott の元へ直接訪れた建造は。Is Yuto here?He's at the back. I'll just go and get her. When did you... I followed up a lead on Yuto. Give me my money back. Because I've invested it, Vickers, yeah? That means spent it. From return payment. Say 10%? Good, fine. I don't know. He cuts another one of his fingers off. No. I require all of Yuto.
ユートを返してほしいと頼むも。And if I cannot bring him home peacefully, I have no doubt that they will come here looking for him. I wish you hadn't done that. Done what? Threaten me. I apologize. I fucking don't. Yeah, well, let's knock this on the head now, because my cream is beginning to curdle. Mr. Abbott. Come on, Vickers. Get the out of here. Trust me, I have backing. Oh, fuck it. No! Mr. Abbott, please let me in. Get him out of here! Huh? 交渉はうまくいきませんでした。 You know what I just did? I lost the element of surprise. And now, the shotgun-wielding Albanians will get their turn. Vickers was in here earlier. 後日、アボットは He's only turned up with that Japanese policeman. You know, the one you told me not to worry about. Tell him what happened to him if he didn't go back home? Yeah. Well, you got a bit of work to go and do then, didn't you?女の仕事ぶりに不満を示し No more warnings for this guy, Donna. No more second chances. 建造の抹消を命じます。女は建造の自宅に向かい、とどめを刺そうとしますが、運よく建造はいませんでした。仕事にうんざりした女は If you're really serious about taking him down, you should know in an hour you're gonna get maybe the best chance to do it. He'll be in the restaurant. アボットを裏切り A couple of guys with him, that's it. 働き口を奪われた男に情報を流します。俺がいつもの駅前の居酒屋で会おうって言ったら、お前は駅前の居酒屋にいるんだよ。俺の情報提供者は全員雲隠れしてる。夜中に事務所を移動させる親分もいる。一体何が起こってんだ。始まったんだよ。戦争だよ。一方、構想が激化する東京では情報提供者に連絡がつかないんです。これ以上事態が悪化しないようにサポートしないと、福原がやられたらおしまいですよ。私の指示に従ってくれ。もう遅い。帰っていいぞ。部下が福原組組長の保護中。助けを頼んだ覚えはない。別に誰にも頼まれてません。何者かが侵入。今ですか。これ動きやがると沙汰する。 I don't know what that means. Listen, I've changed my mind. I want the whole war council there tonight. Everyone. ロンドンでは Yes.We're taking Abbott. There's a restaurant he goes to. It's going down there. You want to come along? 男はアボットを襲うと決心。Come on, we'll pick you up. ユートが巻き込まれないように。ユート、俺だ。今夜のレストランの会合は襲撃される。そこにいるんだったらすぐ逃げろ。健三は慌てて連絡します。If you're there, you need to get out. I'm coming to get you. What's the matter? You never been in a gunfight before?東京とロンドン、二つの都市をまたいで交差する運命の結末という、痛みを抱えた人々の恋、秘密を抱えた人々の恥。 Numerous males acting suspiciously outside the Spanish restaurant. What are you doing here? Where's Yuto? They are here. 義理と恥がぶつかり合う。 Guns, guns, guns. その先で待つ未来とは。ネットフリックスオリジナルドラマ「ギリハジ」、 BBC とネットフリックスの共作ドラマでありながら、日本の「ギリやハジ」という固有の価値観をテーマに落とし込んだ今作品。 Hey, you know what they're big on in Japan? Honor, right? 日本ではおなじみの窪塚洋介や本木雅弘などの豪華キャスト。スリッパ。それだけでなく、東京のロケーションやヤクザというテーマをはじめ、邦画のような色使いや細かい要素たち、兄弟同士の距離感など独特な日本の情緒が感じられますが、制作陣はシャーロックを代表とするイギリスのあの有名な BBC。 Fucking Damascus. It's wrong. クオリティ高い映像美、そしてイギリスドラマ特有の演出やカメラワーク、東洋の雰囲気と西洋のテクニックが絶妙に混ざり合い、私たちが普段見ているヤクザドラマとは
また違う新鮮さを見せてくれます。もしこの作品が日本で制作されていたら、この独特な雰囲気は出なかったのではないかと思います。今回の組織同士の複雑な構想と家族愛や過去の秘密などの人間ドラマ、さまざまなテーマを描く群像劇として非常に深いメッセージを感じました。義理と恥が交差する運命の果てに救いはあるのでしょうか。義理恥、ネットフリックスでご覧いただけます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。じゃあな。